こんにちはっち、健老ホロのわっちチャンネル特別会へようこそ。わっちゃ健老ホロじゃ。今回は前回の花ホープ様に続いて、またまた素敵なゲストが来てくれたんじゃ。今回はわっちの時空の都合でリモートでお話できればと思っておる。こんにちはっち。こんにちはっち。クラリスのクララです。ハレンです。しっこたちには説明不要じゃろうが、今回はクラリス様のファンでまだオオカミの香辛料を見たことがないというものも少なからずこの動画を見に来てくれていることかと思う。それでまずはクラリス様の楽曲アンダンテを使用したテレビアニメオオカミと香辛料のエンディング映像をみんなで鑑賞できればと思っておる。それではスタッフ。このアンダンテを見事に歌い上げるクラリスのお二人からいろいろ聞いてみたいと思う。じゃあ、早速質問一つ目。狼と香辛料という作品の印象やエンディングテーマを歌うにあたり特に力を入れた点や注意した点があれば教えてくれれ。はい、狼と香辛料は、ホロと、その2人が旅を進めていくアニメだと思うんですが、楽曲もそんなアニメに合わせて一緒に旅をしているような、また一緒に旅をしたいなって思えるような楽曲に仕上がっているんじゃないかなと思っています。はい、やっぱりホロとロレンスの関係性を描いたほっこりできる部分もあったりとか、またまた行商の部分でちょっとハラハラするような緊迫感の感じるシーンがあったりすると思ってるんですけど、展開が読めないっていう、すごく一緒に旅をしているような気分になっているので、その旅のワクワク感だったりも伝わればいいなと思いながら歌わせていただいています。そんな上でなんじゃが、クララ様は以前別のインタビューでカレー様についてホロっぽいとおっしゃっていたそうじゃな。嬉しいの。実際にわっちとこうして話してみて、やはり似とると思ってくれるかや。とっても似てるなと今日もお話ししていて思ったのでアニメの中ではすごく引っ張っていってくれるみたいなところが、とってもカレンがホロっぽいなっていう風に思っていて、なんかロレンスの気持ちがとってもわかるなって思いながら今日も会話をしてました。なるほどな。いや、ワッチとカレン様の可愛いところじゃな。そうですね。逆に質問しても大丈夫ですか？もちろんじゃ。ホロさんが今回のアンダンテを聞いて共感できるなと思ったフレーズがあったりしますか？おー、そうじゃな。通り雨過ぎたならきっと新しい景色が待ってるの歌詞が特に特に好きじゃな。なんじゃが、この歌詞はエンディングじゃ聞けない2番じゃな。では
では最後にこの動画を見てくれている虫っ子たちにそれぞれメッセージを一言ずつお願いできるかよ。はい、じゃあ、カレン様から。虫っ子の皆さんと言いつつ、私たちも虫っ子としてこれからも皆さんと同じ視点から旅の続きを楽しみにしていきたいと思いますし、そんなアニメに寄り添えるようなアンダンテになればいいなと思っていますので、テレビアニメもアンダンテも楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。はい、こうして直接ホロさんとお話できる機会が来るなんて思ってなかったので、とっても楽しかったですし、とっても思い出に残るこの時間になりました。わっちもお二人が来てくれて感謝している。クラリスのお二人ともどうもありがとうございました。ありがとうございました。これからもわっちやクラリス様を応援してくれる。